ドラノール・エノックス、そなたの出番はない。あなたの否定する赤き真実はベルンカステル卿より賜っています。ここがあなたの墓場となり残念です。そなたとは後でたっぷりと遊んでやろう。だが今はどけ。聞くのはあなたの方です。出番を間違えた哀れな出演者があなたです。シエスタ姉妹、この得体は直ちに侵入者を射殺したてまつれ。どうして誰も撃たないの？よく見なさいよ、あれ。ベアトがエリカに投げつけたあれよ。わかってるわ、あいつ。主役ってもんを本当によくわかってるわ。面白いじゃないですか。あ、ゼタル、これは何？どういう意味なの？これは決闘の申し込みさ。手袋を拾えばそれを受け入れることを意味する。拾わなければシエスタたちが殺してくれるわ。拾う必要ないじゃない。拾わなくてもいいさ。でも決闘を逃げたおめえを僕らと三列の悪魔処刑は3回全てに知らしめるだろうね。恋の決闘を逃げた臆病者の名を永遠にね。拾わなければ私はこの衣装を汚すことなくあんたを殺してしまいますね。
それも披露宴の余興には面白い。だが、そなたは披露さ。へえ、どうしてです？わらわが、そなたにぴったりの最高の土産を持ってきたからだ。そなたはそれが知りたい。だから披露さ。興味ないです。さようなら。披露さ、わらわが持ってきた。バトラの客室などくだらない。もっとシンプルで単純で絶対に解けぬ密室をそなたは聞きたいはずさ。絶対解けぬ密室？そなたはわらわの挑戦を受けたいはずさ。なぜならそなたは探偵だからだ。私は探偵です。あなたを私の対戦相手に認めます。ただあなたはこのゲームに登場する資格を、ロジックエラーは修正できたんでしょうね。その手袋を拾えばそなたとの戦いの中でそれが修正できたことを証明しようぞ。くっと、あなたを助ける方法はもう見つけました。どうやって。今あなたを助け出します。もうしばらくだけ辛抱してください。
バトラ様、大丈夫です。今お助けします。バトラ様、カノンです。どうかお気をしっかり。忍ばれました。ちょいと寝坊が過ぎたみてえだ。バトラ様を縛るものは何もありません。さあ、早くお戻りください。でもよ、あのチェーンを開けるとまた鎖につながれちまう。大丈夫です。もうバトラ様を縛る鎖は存在しません。僕がここに残ります。何だって？僕は大丈夫です。何も心配することはありません。しかしバトラ様はまだやらなければならないことが終わりなのではないですか。俺は早くお戻りを。あなたの代わりに戦っている人がいる。そしてあなたの帰りを待っている人がいる。あなたはまた帰らないのですか？
本当にいいのか。はい、それでいいんです。これであの時の借りが返せるのですから。借り？俺、カノン君に何か。バトラ様の借りではありません。いいから言ってください。僕は借りを作らない主義なんです。さあ早く。あなたは今度こそ待たせてはいけないんです。だから